これまでに手がけた雑誌の総数は約44種。例えば、数学セミナーという雑誌は1962年に始まり、50年にもなろうとするデザインです。海保徹さんが引き継いでくれて、すでに600冊近くになっています。噂の真相は290冊、銀貨は160冊、雄は16冊、エピステイメはは44冊ほど、 50年間にデザインした雑誌全部を合わせると2000冊近くにもなります。でも一つとして投げやりにした仕事はありません雑誌と呼びますこの雑という言葉は雑然とか雑白とか雑草とか あまり良くない意味を持つ位の低い文字だと言われています雑はもとは色で染められた布切れを集めることを物語る文字で集まること集めるという意味になるまた混ざり合うことを指すこともあります一方の死は書き記したものを意味するという つままりりり書き記したももののが集まり混ざり合うものそれが雑誌ですそこで「雑」という文字が主役になりますでも私はこの「雑」という言葉を軽んじてはいけないと考えています「雑式という言葉がありますこれは「まだらなすもの」を指しています さまざまな色が出会い混ざり合い継ぎはぎされた状態ですまた五歳爽快するという言葉がありますこれは仏教の用語ですインドで生まれた仏教は五代の働きが宇宙を構成すると説いています五代とは地水火、風空 とという5つのの物質のことですあるいは5つの働きとも言われていますこの5つの物質働きを象徴する5つの色が互いに出会い混ざり合う5さい爽快し活性化するということですどうなるかというとこれは曼荼羅になるということなんですね 光り輝く曼荼羅は仏教の教えこの世の究極の真理を結晶化した精神世界の宇宙図です雑なるものが意味を持ち上手に集まり合うあるいはさまざまな色で染められた布をパッチワークすると五歳爽快するもの曼荼羅を形作るほどのきらめくものが生まれ出るということです 私は雑誌の雑を5歳総会する集合体きらめきを生む複合体パッチワークとして捉えたいと思い続けてきました具体的な例を挙げてみましょうこれは銀河という雑誌の表紙ですこの雑誌は日本を中心に東アジアにも目を向けて 工芸、美術、伝統文化を幅広く紹介する雑誌です年4冊で1シリーズ最初のデザインは1970年です40年間も続いて今年の春、161冊目の週刊号を刊行しました毎号が2つの主題で対をなす特集形式をとっています 表紙に一つの特集テーマが記され、写真や説明文が並んでいます。裏側の表紙にもう一つの特集テーマが現れ、さらにいくつかのテーマが並び合っています。一冊の雑誌に包み込まれているいくつものテーマが表紙で出会い、それぞれに花を咲かせています。 例えばこの第126号では第1の特集である「アイヌノの源流ベトナムから中国へ1000キロの旅」が表1に大きく記され表4には第2特集「染人ノ木サミロの絵本」ともう1つの小特集「白い花の森」「吉野植物符」の2つが並んでいます。 目を捉える大きな文字は集英体の56歩その間に散らされている中間の活字は28歩つまり二分の一の大きさですさらに小さな説明文は大きな文字の八分の一にあたる7歩5地アンチで組まれていますつまり7歩を1単位とするとそれぞれの文字が1単位。 4対対とといいう対比で選ばれていることになります銀貨のデザインは80号ぐらいまでは私自身が半下をも作成していましただが大学での仕事が重なったため82号から佐藤敦さんが手伝ってくれ120号からはさらに坂野浩一くん126号からは添田泉子さんが 加わってくれました次はエピステーメイという雑誌の表紙です。哲学、科学、芸術、その最新の話題を領域を超えて結びつけている。1970年代後半から80年代にかけて、現代ヨーロッパの新しい哲学思想を紹介し続け、現代思想、 科学や芸術の変革期に日本で重要な役割を果たした雑誌です。 これは5年間続いたエピステ名の第1期の表紙デザインです。デザイン協力は鈴木仁志さん。徹夜の連続で協力してくれました。2> 第2期の表紙デザイン。1984年から86年のシリーズ第1号。紙の式位は500ページ近い厚さです。 ミッシェル・フーコーの哲学論文集であるこの号の表紙はいろいろなイメージ無関係なイメージが互いに反発し合うかのように並び合っていますなぜ私たちはこんな場にいなければならないのかと図像たちがまるで競い合い反発し合うかのように集まって恵ステー名第2期の表紙デザインが形成されています 第2号は構造変動。流動する現代をどう捉えるかという特集です。虹色のシャボン玉、太陽神、中世の家の窓ガラス、火をつけようとする子供、標識を持つ天使や結晶写真などが集まり点在しています。雑誌の世話、 インドネシアのバディックを貼り付けていますこれらが一見無関係に並んでいるこの号は600ページの厚さになりましたこれは第3号自己組織化のデザインですいずれもが雑なるものの集まりですが私の心づもりでは 5歳爽快する曼荼羅を目指す。ただならぬ雑を生み出すデザインを試みたつもりです。このエピステーメ第2期のデザインは熱意を込めて、谷村明彦さんが協力してくれました。